全のまれ。全のまれ。全のまれ。
はい、今日はですね、令和6年ですね、11月10日日曜日22時58分回ったところでございます。閉店まで言いましたよ、今日は、ね、今日日曜日でね、冷凍機械責任者の国家試験のね試験日だったんでね、朝から受けに行きました。もう全部乗ってね、途中退室で帰ってきてね、いつもね近所のお店行きましたけどね、いやー出てないし開いてない、うん、もう出てないし開いてないし、もうあの常連のジジイどものゴスドンのへばりつき具合がもう怖いな、一切開けへんで、あいつら、うん、で20スローでね、4000いかれてね、もうそれでも開けへんし、もう他にろくな台ないから、もう一回帰ってきました。一回帰ってきて、3時間4時間2時間3時間ほど寝たんかな、うん、夜の8時になってね、もう一回行って、で台探しましたけどね、いや6の台ないわ、4000円あのペカらんかった台もうマイナスまでガーン落とったから、やめて正解やったわ、あれペカらまでやったら死んでたわ。でね、なんとかゴスロのね296じゃあ297かじゃあ、最初298座ったんか、298座って、92184でビッグ引いて飲まれて、隣移動して追加して、レギュラービッグビッグかな、違うな、レギュラービッグレギュラーかな、まあ、何しか4ペカしたけどね、ダメでね、そのまま斜め後ろの台に目移ってね、298かな、全のまれ全のまれしてね、
20スロ184枚プラス5スロ460枚でまたペカってね、レギュラーで。あかんなと思ったらね。なんとかそっからね、ビッグ、レギュラーの4連勝ね。108ゲームでビッグ引いてね。そっから3連の途中で44ゲーム目で閉店やめでございます。なので今日ね、総投資が184枚プラス460枚で、回収が783枚。なので、300枚ほど出てるから80枚として、100枚ほど負けたんかな、20スローで。ってことは2000円ちょっとぐらい負けた計算ね、まあでもお金は減ってないんでね、一緒に入り5箱分けでね、2万500円。チョメダルもね、5スローだけで790何枚あって、20スローにも2000円分ぐらいあるはずなんで、いやもうちょっとあるかな、もうちょっとあげそうやな。いやどうやろういやどうやろう、2000分ぐらいあるんじゃないな、まあ9000分ぐらいあるんちゃうかな、知らんけど。そうですね、いつもご視聴ありがとうございますね。頑張ってるおっさんにね、チャンネル登録、高評価、コメントね、よろしくお願いしておきますということでね、まあジャグラーさえ打っとけばね、なんとかなるんで、今日も閉店までね、ゆっくり打たせていただきましてありがとうございましたね。君たちと違ってね、働いてるんでね、それ働いてるの普通やから、ね、働いてない人がおかしいんだからね。そんなもんね、チャンネル登録が2万人5万人おる人らやったらね、ジャグラだけで飯食いんかしらんけどね、たかだかチャンネル登録2000人ぐらいのね、こんなおっ、ね、無名なおっさんね、ジャグラだけで飯食えないんだわ、マジで。ね。ということでね、まあ明日も一日休みなんで、でもゆっくり寝ます。酒飲んでね。ありがとうございました。いやー、ジャグラ簡単だわ。